はい、ツッチーパフォーマンスです。今日は電装の作業、内装のカスタマイズは全てお任せボンドプラスから、現行 G クラス G63 の内装のちょっとカスタマイズをした車をご紹介させていただきます。ボンドプラス店長グッチこと関口店長に紹介してもらいたいと思います。はい、それじゃあちょっと早速中をお願いします。はい、で今回のカスタムの内容としてはどんな感じでしょうか？今回のカスタムは、まずこちらのエアコンの吹き出し口が色がつくようになる、うちのオリジナル製品のアンドプラスというメーカーのアンビエントエアアウトレットっていう製品をメインで付けさせていただいて、であとは、純正のエンターテインメントをより充実させるために DVD プレイヤーの設置と、あとはテレビチューナーを増設してあげて、後ろの後席もその DVD とテレビの映像を見られるように。はい、純正の、ちょっと見えづらいですけど、うちのオリジナルのステイを使って、純正の加工をすることなく9インチのアルパインのリアモニターをつけて、ちょっと可動式でこうモニターが調整できるように、シートポジションにかかわらず見やすいようにっていうような施工をしてます。はい、じゃあちょっと一番最初のアンビエントエアアウトレットからちょっと動きの方を見てみたいと思います。これは要は光るエアコンの吹き出し？そうです。純正の、アンビエントG クラスは、設定でここが光るという設定がないので、はい、光っております。通常のこういったモニターの周りだったりとか、グローボックスであったりとかドアであったりとかっていう、もともと純正で光るところと連動して、はい、あと同じ色で光らせたりとか、なるほど、そういったものがエアコンの吹き出し口計4つですね。これ A クラスとか CLS だっけ？ CLA？ そう CLS、E クーペとか、もともと標準で、ついてる他のクラスのベンツと同じような仕様をゲレンデでもできるように、してあると。はい、でもちろんその操作、色を変えたりとか、そういったところの設定っていうのは、純正のこのライト設定っていうところにもともとアンビエントライトっていうのがあって、でこれで全て連動して、ああなるほど、純正の機能が全部そのまま使えると。そうです。こういう感じで64色ですね。なるほど、合計いやいいんじゃないでしょうか。光るようになってます。で明るさももちろん連動して、もちろん連動、はい、全部純正での操作に全て連動して変えられると用具用になってます。はい、あとはこの車ないけどマルチカラーアニメーションっていう、いろいろこう自動で色が変わってくるような仕様がアンビエントであるんですけど、それももちろん使えると。やっぱり内装のカスタマイズってこう外装と違って乗ってて必ず見える部分なんで、非常におすすめですね。G クラスの場合は結構内装黒が基調というかシックに抑えられてるんで、これ実際夜になると結構暗いんですよ。ああなるほど。でそこからパッと鮮やかになるような感じなので、ベルスアップとしてはおすすめですね。でやっぱりライト系のカスタマイズってこう一歩間違えるとちょっとこう安っぽくなっちゃったりもするけど、この辺は純正にある機能を、他の車種にある機能を、移植してるイメージなんで、その辺を損なうこともないと。はい、そしてフィッティングも結構バッチリなんで、使い方も全部一緒で。エアコンの風を出す出さない、あと向きの調整なんかも純正と同じように、できると。でグッチおすすめポイントとしては、実はこれインターネット通販なんかでちょっと他のものも出てたりするけど、うちはもう、開発から全て携わってる製品になって、ちょっとネットで売ってる安価なものと違って、ちゃんとこだわって作ってるんで、フィッティングとかその動きの部分とかバッチリですよっていうことですね。そして今回は、他にも地デジと DVD が追加されてるってことで、そうです、で地デジと DVD を追加して、インターフェースっていう社外の AV 機器の映像を入力できるやつがついてる。そこに対して DVD とテレビの映像を入れてあげる。もともとでもテレビはついてる？もともと見れます。もともと見れるんですけど、後ろのモニター用に、後ろのモニターをつけた時っていうのは純正の映像を出力するっていうのがまだ製品としてないので、基本的には別のものをつけてそれを両方に映してあげる。なるほど。そうすれば連動で見れるっていうような形になりますんで、この使い方しとけば、例えば後ろでテレビ見ながら前はナビを使います。純正でナビの目的地案内しながら後ろはテレビ DVD 見てられるっていうような仕様になるんで、結構まあそのお子さんとか、なるほど、誰か後ろに乗る機会が多い人とかはこれ定番メニューですね。で、はい、DVD も当然後ろでも見れる。見れます。はい。で、便利仕様になってると。はい。まあこれモニターでかいんで、今 AV2 っていうこれ青画面ですけど、これ DVD ディスクを入れると DVD が再生されます。はいはい、なるほど。でまあ、純正はそのままで、まあ、大画面なんで結構迫力ある感じで、はい、DVD スロットがないですから今。ああそうだよね、うん、だまあ DVD を見たいですよとか、まあ、DVD 以外でも今で言ったらミラーリングというスマートフォンのミラーリングをして YouTube だったりとか映像コンテンツをツッチーチャンネルを見ると、もうやろうと思えばできると、うん、はい、ボンドチャンネルが車で見れると。そうです、はい。そしてじゃあ後ろどんな感じになってるのか、後ろ見てみたいと思います。後ろはこんな感じで、まあいろいろ表示させちゃうと著作権の関係でちょっとカットになっちゃうんで。あ、そっか。そうなんです、はい。まあ、一応こんな感じで見れますよ、はい。で後ろは今回9インチのモニター、アルパインで出てる、最近出たばっかりなんですけど薄型の液晶モニターになってて、はいはい、まあ、後ろはステを使って後ろのバックレストのパネルの隙間からステを出してあげて、なるほど、固定をしてあげてる、中で固定してるような感じなので、まあ、例えば売却時にこれを外して別の次の車に移設しますよっていう時でもこっちの車に対しては傷が入ってないっていう状況になるんで、まあ、査定とかも響かないかなと。元に戻せるっていうのはもうすごいメリット、はい、でモニターも選べる、選べます。でステイははい、基本的にはいろんな、例えば今回で言ったらアルパインというメーカーのものですけど、はい、例えばそうじゃなくてカロッツェリアというメーカーだって、はい、他のメーカーが出してるモニターがいろいろあると思うんですけど、基本的にはそれ全て対応できますんで。予算とか、はい、好みに応じて選べると。あとは9インチに限らずもっと大きい11インチにしますよとか、なるほど、はい、そういったものも全部対応できます。で意外にゲレンデこうリアの快適性がちょっとオプションでもモニターなかったりとか、そうですね、はい、ちょっとリアの快適性が寂しいっていうことで、はい、モニター非常におすすめってことで、これはゲレンデを乗る人であればつけた方がいいアイテムの一つですね、はい、そんなのが今回ちょっと施工させていただいた内容です。であとゲレンデでなんかおすすめこれやっとくといいですよとか、こういうのが人気ですよって。ゲレンデは結構カスタムの幅がやっぱり広いので、はい、これからいろんなアイテムが出てくると思うんですけど、まあ、うちで言ったらデジタルインナーミラーって呼ばれる、あ、なるほど、まあ、ルームミラーを変えてしまって、はい、カメラをつけて、はい、まあ、よりクリアに後ろの見ると。で結構スペアタイヤだったりとか、ゲレンデは後ろが見づらい車になってるんで、ああなるほど、その辺とかをはっきりと後ろを映してくれるようなものになったりとか、まあ、いろんな今後楽しみなものが出てきそうです、はい。まあ、本当に内装のなんかちょっとしっくりこない部分があれば何でもご相談いただければできると思いますので、はい、はい、こんな感じでいいでしょうか、うん、はい。あとはもう電動サイドステップだったりとかいろいろね、あと一番肝心なところを忘れてました、はい、電動のサイドステップ、はい、で63だとマフラーがここについちゃうんで、はい、まあ、ショートタイプの、はい、このぐらいまでかな、うん、はい、の電動のサイドステップなんかもありますんで、はい、そういったものも非常におすすめです、はい、はい。というわけで今回はボンドプラスより、いろいろ内装のカスタマイズをさせていただいた AMG G63 をご紹介させていただきました。内装のカスタマイズ、伝送作業はボンドプラスにお任せください。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。